こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は販売するとトラブルになる商品。まあ必ずね、トラブルになるというわけじゃないんですけど、まあなりやすい商品、できるだけね、えー、扱わないか、扱う時には特別な注意が必要な商品についてお話します。まず、こういうお面とか、タコ。これは、えー、アメリカで売るとほとんどの場合トラブルになります。 これどうしてかというとね、日本だとこれ普通に箱に入れて送るし、えー、折れないように梱包して送りますよね。ところが信じらんないことにアメリカの FBA の梱包だと、この辺のものを袋に詰めて送ったりね、あるいはまあタコを袋に詰めるならまだしも、ね、これをパキッと2つに折ってね、 もう折った時点で壊れてるじゃんって感じなんですけど、まあ、パキッと2つ,つに畳んでね、梱包しちゃうとか、まあ、そういう、えー、嫌がらせかお前みたいなね、えー、梱包して送られることがよくあります。まあ、オーストラリアのアマゾン始まったらね、FBA が始まったら、まあ、そういうことがなく、まあ、ちゃんとね、梱包してもらいたいもんなんですけど、アメリカじゃもう期待できないとね。ね、えー、こういうのを納品するなら、まあ 箱に詰めてからバーコードを貼ってね、えー、Amazon の梱包に関わらず、まあ、こっちの、ね、納品の時点で、えー、壊れないように梱包する必要があると。まあ、通常ね、えー、そんな販売金額が上伸びする金商品でなければ、そんな面倒くさいことだったら割に合わないんで、えー、そのまま納品すると思いますけど、そうするとね、返品かなり増えます。ねまあ、こういう商品もそうですよね。 えー、この辺。まあ、これはね、えーまあ、シリコンというかゴムだからいいとして、このセルロイド、プラスチックみたいなね、えー、素材の商品は、まず壊れて届きます。かなり高い確率で。アマゾンの梱包が悪くて壊れて届いたにもかかわらずね、あんたの商品返品,返品率が高いから、えー、商品封鎖しましたみたいなのが来るんでね。えー バカにすんなという感じなんですけど、まあしょうがない。現実問題、今、US、Amazon、f b はそういう梱包状態なんでね、えー、これ袋に詰められて大丈夫かなと。ね、アホなやつがおらないかなというのはね、えー、気をつけて商品選択をしてください。何しろ、何しろ、迷ったら、えー、ご相談ください。それからね、相変わらず、まあ、ディズニー産業などのライセンス、えー、管理の厳しいライセンサーの 商品これはね、扱、えーまあ、うと、ある日突如、普通にみんな売ってたのにって感じでね、アカウント、サスペンドとか閉鎖がありますんで、扱わない方がいいです。ねまあ、プーさん好きのね、フィギュアの羽生選手も、プーさんのティッシュケース、これはオリンピックの時ね、映らないように気を使ってると。オリンピックだとね、えー、どんなキャラも IOC、オリンピックのね、えー、ライセンスを管理してるところがうるさいですし、 まディズニーは常にうるさいのでね、ダブルでややこしいというのがあってね、オリンピックという舞台ですらね、ね、えー、まあ、そう気をつけなきゃいけないという形です。だからね、えー、ましてや、わざわざみんなが見れるアマゾンでね、えー、その商品を扱うと、えー、ディズニーだの産業棚の扱うというのはね、非常にリスクが高いんで、えー、やめた方がいいです。まあ、そんな形で、えー かなりね、ダイソー行って商品の写真面白そうだなとか、あるいはこういうのをこういうとこ見ましょうという、えー、写真撮ってきたんですけど、まあ、まずはね、えー、いいものはどんどん出るんですけど、そうじゃなくてね、扱うとトラブルになりやすいものをね、はじめにお知らせしておいて、えー、トラブルになり,なりやすいものは扱わないと。ね、トラブルの心配があるものは、えま、ー、めにご相談くださいというのをお知らせしておきます。以上、天場アカデミー、堀秀夫でした。